えー、スペイン人のエリカというちょっとかわいい愛い可愛らしい、まあ、私と一回りぐらい多分年が違うと思うんですけども若いね女性にチューされて、まあ、ちょっと勘違いした勘違いした現場がですね現場が、えー、多分この辺この辺なんですよねこの辺そのケンブリッジストリートの近く だったと、えー、認識していますでこれ今ビーコンヒルって出てるんですけどビーコンヒルってこのチャールズ川のこの側面にあるここなんですよねであのーえー、まあボストンで最も絵になる地区の一つっていうことでここがですね、えー、実は観光地みたいになっててで私ボストンに行った時に、えー あの個人的にあの日本語で、えー、いろいろ、ね、ツ,アーツ,ツアーというかボストの街を紹介してくれる方を頼んだんですよねそうしたらならば、えー、それこそエリカと同じぐらいの、えー、20代前半かもしかすると10代後半ぐらいの関西の、えー、話の、ねえー、やっぱ関西人ってみんな話うまいし面白いんですけども。 あのー、方が来てくれて、で紹介、ボスの街をですね、こう紹介してくれたんですけど、ここみんな写真撮ってるんで、で、私もパシャリって、これ、私撮った写真ですけど、このビーコンヒルっていうね、えー、これなんでここみんなこんなね変達もないところ写真撮るんですかって言ったら、 ここ実はですね日本で日本で言ったら世田谷みたいなもんですよみたいなことを言われて「あ世田谷えそれどういうことですか?」って言ったら「とにかくこの建物がめちゃくちゃ高い高いっていうのはあのこの一室ね100平米か200平米はないと思いますけど100平米ぐらいのその,へあのところを買うってなったらもう1億超えますよっていう話なんですよね。 でこれ一見すると、ですね震度5ぐらいでこれ崩れるんですよ、だから日本ではありえない、これ、レンガですからね、基本的にレンガで建てて、まあ、一応ある程度補強はしてますけど、耐震とかもないですから、だから震度5ぐらいで普通に倒壊するような建物なんですけど、えー、その建物に入るためには、100平米ぐらいだと思いますけど、分かんないけどね、ちょっと詳しく調べてないけど、一応、奥は超えますっていう話ね。で 200年から250年ぐらいの歴史があるんですよ。で、こっちの人は古い建物であればあるほど、そういう価値を感じて、古いものであれば、えー、あるほど、えー、そういう価値を感じるのであのん、この街並みを写真撮ってます。これガストを見えるでしょうみたいなこと言われて、よく見るとガストがあるんですよね。えー、で、まあ、そのままツアーが続みまして、えー まあ、ツアーが進みまして、ちょっとこの,この写真ちょっと嫌だな、えー、ツアーが進みまして、これ今、さっきのビーコン比率がこの辺でもうチャールズ川のそばなんですよね。ということは、えー、ここの地形のそのレンガ造りの建物のところには、えー、当然ですけどあの地震がほぼない地形的に安定,安定してるわけ、ね、でチャールズ川、これ氾濫した痕跡がないわけ200年ぐらいね。 だから、ここにあるわけ。まあ、こういう話をしていくと、は最終的にあれにつなげるのかなっていうね、えー、ことが分かってくると思いますけど、ではここ地形的にめちゃくちゃ安定してるんですよ。200年間ね。少なくとも200年間は、地震は来ないわ、川は氾濫しないわ、だから、ここのビーコンヒルっていうのは200年ぐらい、250年ぐらい残っていて、 あのその街並み、ガストとかそういうのを維持している、そして今は経済的に豊かになったので、そこに入りたいと、そういう昔のところに入りたいという人がワンサがいて、だから需要があり、あの値段がどん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 ん上昇していくっていう話ねで。先ほどの私が、えー エリカにチューされて舞い上がで、その後、この MIT とかね、えー、マサチューセッツ工科大学、マサチューセッツ工科大学ですね、この MIT、まあ、この辺に研究者とかやっぱ学生とかめちゃくちゃいるんですよ。で、こっち側にどのどっかに確かバー,クリーバークリー音楽院っていう音,音楽でも有名な、 えー、そういう大学ありますし、ここフェンウェイパークね、これ私行った時松坂いましたけど、松坂大輔、えー、選手がレッドソックスにいましたけど、ここグリーンモンスターという有名な <laughs> その球場があります。で、私がですね、えー、1ヶ月間いたのは、その、こ、この辺ですね、この辺。 地下鉄に乗ってこう行くと、これハーバードスクエアっていうふうにあるんですけど、この T マークあるんですけど、この T マークのところにハーバードスクエアという地下鉄があって、<laughs> 地下鉄から出るとハーバードがあって、そしてハーバードの前の、えー、語学学校に私は行ってるわけですよ。 わか <laughs> かりますかハーバードの前にある語学学校に行ってたからハーバードの学生がめっちゃんこいるんですよねこれハーバード私行った当時でハーバードの学生の30%ぐらいが、まあ、アジアです、まあ、日本人というよりかはまあ中国台湾韓国、まあ、アジア人が30%ぐらいハーバード大学に行ってるんですけどあのあの、うん、とそういう学生も来るんですよ 実はその語学学校にね。で、私とレベルが違うので、えー、<laughs> レベルが違うので、その英語のね、レベルが違うので、えー、クラスは当然違うんですけど、だからハーバードの学生さんとかとも遊んでいったわけ。だからアマンダは、アマンダはどっかの学生だと思うんですけどね。えー、ハーバード、ハーバードではないと思う。感じからしてね。<laughs> んまあまあいいんだけどで、こういう、当然ですね、その関西人の,その、えー、ツアーの、えー、男の子にこうこう、ね、いろいろハーバー大学とかこう来たばっかりの時に、チャールズ・ガーとかね、えー、こういうところをこう見せてもらって、えー、車に乗りながら、えー、降りては、いろいろね、聞きながらこう行ったわけです。すするとですね えー、関西人の、えー、男の子は言うわけです。これこ,こはですね、日本で行ったならば、京都みたいなところですっていう始まりです。いやいやいやちょっと待ってくれよと、さっきは世田谷ですみたいな、<laughs> 世田谷の近くにもう京都があるんですかみたいな感じで、突っ込み、なんでやねんみたいな形で、えー、ちょっとね、えー、エセ関西人になって突っ込み入れたんですけども、あのー、要は、えー、ここ、 ヨーロッパ、イギリスとかからこう入植してきて、えー、開いた地なわけです。だから、ここ、ね、古い古いと言うても、ここ、例えば300年前は何もなかったわけです。ね、一子一人住んでなかったわけ、ここ、分かりますかだから、逆に言ったら、日本の京都なんて、ものすごく歴史のある町なんです。 で日本のね,ね、世田谷。世田谷なんて、一回、あの東京なんて、東京大九州で、焼け野原になってるわけでしょ。で焼け野原になってから、ぶわーっていったわけでしょ。でも、その前に、えー、人が住んでたかつて住んでたわけ、東京だってね。ぽつぽつぽつポツ,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 ポツここは、全然、歴史が浅いんですよ。200年とはいえね。でも、200年とはいえ、歴史が浅いんだけど、一応、その、なんですか、自然災害が、えー、<laughs> 起きづらい。 あここはあれですからね、えー、冬にはマイナス20度とかなったりします。えー、このビーコンヒルの,この暖房費とかなんて多分1ヶ月 10, 10万円とか普通に超えてくれると思います。暖房だけでね。これセントラルヒーティングで、あのー、オイルヒーターとか使ってるんですけど、えー、も,ものすごく多分暖房費とかかかる、ね、で,でも経済的に豊かだから普通にみんな住めるわけね。で、話戻すと、 冬に雪は降るわ寒いわ、えー、そしてですね地形的にあれだっつってもここハリケーンとか来ますからハリケーンとかも来るんです、たまにね北上してきて、まあ、その時にはだいぶ勢力が弱まってますけどもフロリダあたりからここ来たハリケーンとかが来ると結構風強いわけでその中で、まあ、倒壊するものは倒壊するんだけど、えー、だけど基本的なベースは押さえてるわけね。 例えばこのチャールズ川だってこの水位が変わったりとかするわけだけど一応ベースは押さえてるえ地震がね地震はほぼないから多分200年ぐらいの,そのレンガの建物っていうのは普通に立ってるけどえー地震がないからといって別に火事とかそういうのえないわけじゃなくてえだからそういうのに気をつけながら多分生きてると思うんだけどでその中でこれですね 皆さんのご存知通とおり、山梨県道志村。これね、これ人工的に作られた自然なんですよ。イメージわかります、えー、これあの、小倉美咲さんが、えー、失踪したところです。ここね。えー、あのこれ、70年代の航空写真ですけど、こう変えていくと、実はですね、もうわんさか自然ができてるわけ。林とかね。 緑が増えるんですよ分かりますかそして林道ができるわけその緑が増えたところに林道ができてるわけねだからこの林道ってめちゃくちゃ危ないんですけども「えー、わあ自然がいっぱい」みたいな感じで椿草とキャンプ場に来てそして「わあ小川がある」とかっつって小川ところはこれ園庭とか作ってるわけね 要は土砂災害が普通に存在している身近なところに危険があるのが人工的に作られた自然によってカモフラージュされてあたかもそこがあの管理された自然のように思えちゃうわけはい滋賀のキャンプ場これねこれ70年代の写真ですはい現在の写真ですここね <laughs> ここでしょ 70年前からそこ川なんですよね。逆に周りのところっていうのは、えー、70年後いろいろんなものができて、例えばこの電線とかね、そういうのできて、人工物がで,できている。ここの道だってね、かなりいい道にか付け替えられてるわけ。だからこの辺に住んでる人たちは、ここはずっと昔から川ですよって知ってるわけね。で、そこにキャンプ場を作ってるわけ。わかりますか今回大丈夫だったキャンプ場とか、この辺とかこの辺、大丈夫でしょ昔から、えー、全然川じゃない。 大丈夫じゃないここ、ここも河原でしょってもらうね。で、多分こっちの方もだよ。ここ,こ、ここも、ほら、河原ですよ、ここ。ここなんて、どん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 えぐられてきてますよ、70年代よりね。ね。それ、水量が増えてるのは、沿、え、点、ー、があったり、多分ダムがあったりして、多分水量とか増えてんじゃないかなと思いますけど、昔よりね。まあいいんですけども、<laughs> うん、はい。 富山県高岡あ田んぼだらけでしょ田んぼだらけ。今回流されたかもしれないかもしれないやつね。用水路ってこれでしょで川、川これでしょダン。ほら、川人工的に作ったでしょこれ。これ、川昔からあったんじゃなくて人工的に作ったんですよ、これ。わかりますかこの用水路、こんな用水路じゃないですよ。人工的に誰かが作ったんです。2本あった用水路をね。に1本にまとめ、まあ、 名残は残ってますけど、一本にまとめ、でっかくしたわけ。人が流れやすいようにね。そして、蓋もしない。えー、ここら辺福田神社まで、福田神社だけがある。福田神社だけがある、ね。福田神社だけがあって、そこら辺ね、田んぼ、用水路があるところに住、住宅措置を作ってるわけ。 ね、だからそこで後々住宅地を作った人っていうのはあ昔からこれ住宅地あるんだ、えー、安心だなみたいな昔田んぼだったとしてもまあ水害とかないよねとかっていうふうに思うねこれだからこういうところ人工的に作ってますからこの川とかね川とか人工的に作ってるんですよこれ分かりますかで今回流されたかもしれない有力なやつね、えー、このこの速攻でしょこの速攻こういって こっち側の祖父側に行ったんじゃないかというのが今のところ時系列的に有力ですよね。赤羽橋さんという方が YouTube 上で唱えている説が一番時系列的に有力。富山県高岡市の失踪事件ね。はい。ありません。ここに全くないんですよ。ということは作られたということね。だから誰かが作ったところに流された可能性があるわけね。だから人工的な自然により 流されたじゃあなぜその人工的なやつはそういう人を流すような、えー、環境で作っちゃったのかっていう、まあ、管理上の問題ですよねだからこれをですねあのと、ー、う,う人がまずほぼいないわけ用水路になんで蓋しないんですかえ少なくてもこの人がいるところは、えー、やりましょうよつかなんでそもそも住宅地に用水路があるんですかっていう話ねだから住宅地に用水路をわざわざ作ったバージョンと もともとあった用水路のところに住宅地をガンガン作っていったというこの二重のことがあって今回流されたかもしれないやつはわざわざ作ってるわけわかりますかこっち側ね皆さんこっち側っていうふうに頭メディアとか言ってるんですけどこっち側に流されたっていう証拠がないですし時系列系に行ったらかなり無理がありますよって話ねだからこっちの家の横家の横、えー、そして見つからなかったから こっちの方がかなり高いのね。見つからないっていうことは、この辺のどっかの暗渠にとどまってた可能性がありますから。だから、ね、こっちの道路の下とかそういうところにとどまってて、あるとき、それこそ夜中とかに人知れずスポンってこう行ったっていうのが赤羽橋の説でしょ。かなり有力なわけですよ。でそこっていうのは、昔からあったんじゃないんです。うん、人工的に作ったんです、この町をね。駅前をこういうふうに住宅地に変えていったときに、人工的に作ったやつ。 じゃあそれに対してなんでそういうことを想定しないで作っていくんですかだからその土地に住む人たちの政治の問題なんです。政治の問題というのはその土地に住む人たちの住民の問題なんです。で、その土地のだけですかって言ったら、えー、全体的には違うんです。日本国中どこででもそういうことが起きてますよ。ね。山梨でも起きてますし、えー、滋賀でも起きてますし、富山でも起きてます。ただ、 そのたんびに反省しないから、えーえー、親は目を離しちゃいけませんよですとか、えーね、大人であれば、えー、そんな河原にキャンプ行って、頑張ら河原にキャンプやったら流されるかもしれないでしょと、そんなあなたの自己責任ですよということにして、えー、我々が反省しないから繰り返されるわけですで、ねえー。ビーコンヒル、なぜ200年残ってるか、こんなに川の横にあるのにね。 なぜ200年残ってるかっつったら地形的に安,安定してるからでしょ日本人はこれたかたかこれ 200, 人200年とか300年ですよ。あのえー、このアメリカのね歴史っていうのは。日本っていうのはこれ,これなんて何千年っていうふうにこの土地に住んでるわけでしょこっちだって何千年っていうこの滋賀のだって何千年っていう、えー、時に。 作ってるわけほらそこにですね70年代の写真見てください田んぼとか作ってねこれ重機じゃないですよ手で作ったんですよこれ昔の人がこの滋賀のねこの田んぼとかなんでここに田んぼ作ったんですかってね、えー、どうやって水やってたんですかといろいろあるわけこの水路とかも作ってるわけわかりますか手でねこれ200年とかの歴史じゃないんですこ何千年っていう歴史があるんですよ、まあ、何千年だったらここら辺も縄文時代とかそういうやつのそういうやつの話で <laughs> えやってたと思いますけれども。はい、えー、まあ以上です。